どうも、ばんです。え立、ー、花隆さん、えー、定例記者会見ライブで、驚きの主張をされています。えー、解説、分析、批判論評をさせていただきたいというふうに思います。えー、ですね、何をご主張されているのか。本年度、本年度じゃあ、これ、本年ですね、政党助成金として3.3億円が党に入金される予定だったが、 これがなくなってしまったと。で、この3.3億円は、えー、政党助成法に基づき、他党に分配される予定であるということですね。で、斎藤健一郎氏が大津彩さんに代表権訴訟で勝訴した場合の話なんですけれども、この3.3億円を他党に返還を求めていくというふうにご主張されてます。<laughs> よくこの発想に至ったなというのが、まあ、驚きのところであり、すごい主張なんですけれども、まあ、あの、立花さんこうも申しておられますね。総務省がとりあえず間違った判断をしているんだと。えー、今現在、民族党という、なんかようわからん政党が、えー、仕切ってるけども、この政党は本来、えー、NHK から国民を守る党という、 政党が仕切るものであり、えぇ、ー、たじわ、かしが代表であるというふうにね、えー、言い始めはりましたですね。斎藤健一郎氏ではなくというふうには、 おっしゃってます。どういうことがあって言ったらですね、代表権訴訟で斎藤健一郎氏が勝訴した場合、速やかに、またさらに代表を立花隆史に戻すというふうにおっしゃってますね。だからまあ、要するに2023年3月8日に巻き戻したいということなんでしょうけれども、それを言うんだったら、失敗鼓動大先生が何度も申し上げ張っている通りですね、3月8日の 大塚氏市への代表権の委任異常はですね、あれは冗談でしたという心理留保を裁判所に主張しないといけないんですけども、そうはおっしゃってないですね。あくまでも斎藤健一郎氏が代表者であるというふうな訴訟を継続して、で、もう言うても遅いですけどね、もう本日がなんかあの、コート論の最終期日だったかなんかそんな話も出てましたしね、もうさすがにもう間に合いませんけれども、 まあ、とにかく代表権訴訟で勝訴したらですね、えまあ、そういうような方針だ、だということと、それから本来だったら3.3億円が入ってきたんだったわけだから、これも何とかしろという言い分なわけですね。で、最初ですね、このようにもおっしゃってました。返還されなかったら訴訟だっていうふうに申しちゃったんですけども、まあ、なんか言っていくうちにちょっとその後ね、やんわりとした主張に変わってきて、他党に、えー、寄付を お願いして、戻してくれっていうふうにお願いするとかなんかね。そんなうようなご主張に変わってきましたね。到底通るわけないです。もう理由は単純です。斎藤氏、浜田氏はご自身の意思で民族党に在籍届を出さなかっただけなんですよ。それだけの話です。 でまあそれだけの理由なんですけど、もうちょっと補足説明いたしますと、もうね、これはね、どう考えてもね、立花さん、多席思考です。多席思考っていうのはですね、これです。自分は悪くない。悪くないのはほにゃららだ。こういう思考の法則なんですね。この多席思考という考え方ってね、結構ね、 根強く頭の中にある人がね、結構多くて、まあ、人間誰しもね、あの、自分は悪くないっていう、自己防衛本能みたいなところがどうしてもあるんで、あの、子供とかもまあそうなん、基本そうなんですけども、こういう人はね、大人になってもこういう人はね、基本伸びないです。やっぱり、自分の行いがどうだったかっていうのをフィードバックして、そして、今後に役立てないと、他の人が悪いんだっていう思考の人は伸びるわけないんですよ。 ねえ、これ、今言ったこの主張ですね、典型的な多席思考のロジックなんですよね。自分は悪くない。悪いのは他の奴らだと。他の奴、まあ要するに総務省とかね、大津彩香か、というようなロジックなんですね。でね、もしこんなことを思ってたとしてもですね、このタイミングで言っちゃダメですよ。 だってまだ代表権訴訟決着ついてないわけですよね。で、こんなことを今主張したら、ほな、マイナスになるに決まってるじゃないですか。<laughs> 総務省相手にして勝てるわけないんですよ。どうしたもんかな、といったところですけれどもね。まあ、それ以前に、まあ、注目すべきはですね、えー、この斎藤健一郎氏、浜田聡氏が、一体どこの政党に、まあ、 まあ、急にはちょっと決まらないかもしれないんですけれども、民族党に所属することはね、まあ、ないというふうには思うんですけどね、何しろ除名処分出てるんで、で、これはもうあのー、大茶屋かしが届けを出すことになるのかな自動的になるのかなちょっとその辺は、えー、手続き上の問題なんで、 実際に国政政党を運用した人でないとちょっと詳しくはわからないかもしれないですけどね。ちょっとその辺、もしね、視聴者の方で補足があれば、えー、バックアップいただきたいとこですけども。まあでも、何しか斎藤氏、浜田氏が、えー、民族党に所属状態なのかって、まあ、総務省のホームページ見たら一発でわかるか。今、現時点どうなってるかというと、 うーんちょっと総務省のページでは見つからなかったですね。そして参議院のホームページにもですね、えー、会派は載ってるんですけども、所属政党は明記されてませんでしたよね。ちょっとこれはどういうことなんだろうな。ちょっとどこを見ればいいのかっていうのも,もしね、そこでもバックアップいただければというふうに思います。そこがね、今後ちょっと注目ポイントではありますね。一体どこに所属するのかといったところですね。 まあ、でも、順当なところでは無所属かな、というふうには思います。で、なぜこのタイミングでやっぱりね、斎藤健一郎氏、浜田聡氏が、僕らは民族党に所属だと言い出したかというと、やっぱりね、代表権訴訟で、やっぱり受け皿にならないと、そもそも、勝訴したときに、 その党に所属していないことにはですね、消息も減ったくりもあらへんということになろうかということなんだというふうに思いますね。これは v a t v が何度も何度もこれまでね、えー、説明してきたロジックと一致します。なんですけどもね、ちょっとあまりにも都合が良すぎるかなという感じはします。でね、もうちょっと、あのー、僕の持論なんですけどもね、あの、多席思考。 これに陥りやすい人のね、特徴としてですね、正義感が高い人も陥りやすいことがね、結構あると思うんですよ。あのね、特に立花隆さんはそうなんですけども、僕は NHK を追求するっていうことをやってるんだと。これを追求していくためにはもう、何が何でも、税が非でも、えー、こういうことをやっていかなければならないっていうふうにね。まあそういうふうには、 思っておられるでしょうし、今までもそういう方針でね、やってこられた方です。なんですけども、そこにね、正義感を免罪符に何やってもいいっていう風なね、そういうロジックが働くことがあるんですよ。もう自分は NHK を叩いていくんだと。自分がやらなければならない。悪を正していくんだっていう風なね、えー、そういう信念を持ちになるのはいいんですけども、そこで、 自分に降りかかってきた災いに対していや自分は悪くないと悪いのは総務省だホニャララだ大雑彩だっていうふうにねそういうロジックがね働いていいことをしているっていうことが免罪符になって多責思考に陥るということがねあるんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、この辺はですねえー、旧 NHK から国民を守る党ですねこの、えー、ね則のね 一番最初の方にも書いてあったことなんですよ。高い正義感を持って、えー、問題解決に取り組むとか、なんかね、そんなね、えー、一文がね、統足の中にあったぐらいなんで、やっぱりね、そこはね、えーま、まあもちろん高い正義感を持ってっていうのは非常にいいことなんですけれども、僕もそういうとこはありますけれども、そこでね、打席思考に陥ってはいけないんだなというふうにね、自分自身もそういうね、気づきがあったという面も含めて、えー、今後ね、